問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。 まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から、最も良いものを、一つ、選んでください。では、練習しましょう。 レイ。テレビで男の人が話しています。学校は学習の場所であるとともに、子供たちが多くの時間を過ごす大切な場所ですから、我々は子供のために安全で安心な環境を作らなければなりません。しかしながら、最近、この地域において、 子供に関わる事件が発生したり、学校や通学路における事故が増えています。このため、学校や地域においては、子供の安全を守るために、警察などの関係機関との連携を図りながら、学校の安全に関する様々な対策を進めていきます。 男の人は何について話していますか 1, ?1 学校の安全の推進 2, 2学校と地域の関係3子どもに関わる事件 4警察の重要性最も良いものは1番です。回答用紙の問題3の例のところを見てください。最も良いものは1番ですから答えはこのように書きます。 では、始めます。